そう、高橋さんがもう、ね、散々たるブロッキングを見せてで、ティーラもこれダメだよってブロッキングしてたところを見た上で食らってましたからね。誰でも見えるぞ、取れよと。取れよっつって、あ、取ってる。はい、ということで、トバリーチの状況ですね。トバさんの膝反則見たいですけどね、そろそろね。確かに、確認反則今、ね、横ちゃんのジャンプ台反則しかない。あ、あと、ね、バス反則あったか。うん、煉獄。サマーは切れる。ルグレに頼るな。さあ、先輩社会人からの厳しいお言葉が。ルグレに頼るな。そう、イエス様、ルグレ。ルグレに頼っている、これは。ルグレに頼ってる、これ。これ様、先輩をルグレに頼っている。なぜ私は頼っちゃいけないのか。EX バス。もうね、あの皆様ありがとうございます。本当にこのこのね、戦い付き合っていただいて高評価を15位で出てますから、今日膝暴れだったんだけど出なかったね。膝、あ、膝膝膝ムエタイかお前、膝だけ出すじゃん。かっこいい。最近あれね、優しい、最近あれ出すんですよね。何のミスなのか全然わからないんですけど、俺も知りたいんだよね。どうやったら右端2つを同時に押すことになるんだろうと思って。手が大きくなったのかな、成長した。手が大きくなった可能性があります。成長した話、うん、さあ今3試合目ですけど、あの暗殺1回しか見ないですね。暗殺横湯の水ジャン大剣暗殺しか見ないです。トバレミー勝ちへリーチです。勝ちリーチ。いや、皆さん本当にね、付き合っていただいてありがたい限りでございます。僕はルグレブロって大 K、 大 K おしゃれ攻撃。中継ブロと中継やろな。大 K あんまリターンがね。そうやな、さあ、ユキ様、まあ、一応キャンセルアンスができるけど。おうおう。さあ、ルグレ、ルグレ、さあ取れない。あー、これはティーラで取れるぞ。ルグレは取れ、ルグレは取れよ。します、エクソット。ルグレ取れない。グラブ、ゆっくりゆっくり画面端を押す。さあ、ダメージは飛ばの方が取っている状況。コワシ様、膝、膝、膝、あ、足しっかりしてる。さあ、2回目。さあ、ここが大きな差となるか。ただ暗殺、ね、もう出ないなら全部入っちまえと。そんなゲージいらねえっつって。ない、私ゲージ持ってないから。あれ、あ、はい、終了。はい。